が、なんかすごく上の方ぶつけてらっしゃいますね。壁かなんかでぶつけてる、ね、全然自分わかんない、わからないですからね。壁かなんかで、そういう時はですね、この棒で軽く押さえてます。それで痛みがない。でこの時ですね、一番痛いとこからやったらダメですよ。まあ、あの周りからこうやってみてます。でこれがですね、ちょっと下向いてください。今この位置なんですね。この位置に痛めたところがある。でこれは何系かというと、だいたい膀胱系に入ってますので、膀胱系でなんかトラブルないかな、 F4 の清潔試薬をしてもいいと思うんですけど、これ痛みありますか？大丈夫。こっちは？これは？これは？これ大丈夫ですね。これちょっと痛い。大丈夫。これは？これちょっと痛い。こっちは？これちょっと。これは？痛い。これだけ痛みがあったらですね、あのちょっとこっちの治療をしないとダメかもしれない。で、もう一度起きていただいて、で首ぐるっとこう回してみてください。あの傷の痛みがね、まだすごくあります。全然痛みが取れてないですよね。はい、いいです。こんな感じで回ってると思います。はい、下を向いてください。で、都合よくですね、髪の毛薄くなってらっしゃいますよね。とても治療しやすいわけですね。こう綺麗にゴールデーションを取っておいてですね、そして、ここにピンをペタッとですね。で、これ軽く押さえておくと、塩皮芯の粘着ののりが取れて、まあ、頭にピタッとくっつくようになりますから、そしたら指を外してもらってもいいです。もう大丈夫かな。はい、いいですよ。で、また首を動かしてみてください。あ。ということなんですね。さっきよりも楽になったと。だから大体のこう経絡を見て、痛みのあるところを見てやったんですけど、このぶつけた一番のこれっていうのをやっぱり治療しないといけないということですよね。どうなるんですか？なりました。で今やったのが膀胱系ですから、あの図面見ていただいたら分かるように、膀胱系っていうのはこの目頭から眉頭から頭にこう入って、ちょうどこの傷のところを通ってるんですね。だから足の F4 から清潔試薬をするというのもいいんですけど、今日は頭の勉強やってますので、このおでこからこのラインに塩皮芯を貼って良くなるところがないかどうか、これをやってみたいと思うんですけど、ですね、眼鏡をちょっと外していただきますね。それで首をですね、前に後ろにちょっと一度やってみてください。これとこの上にこの感じと、まあ、こうスムーズになってますね。それこれ覚えておいてくださいね。で今度はじゃ横向き、横だ、うん、それでもいいです。でこっち側と、これはどんな方です？上がってますか？うん、まあ、動きはスムーズになってます。まあ、この辺を覚えておいてくださいね。はい、それじゃあですね、ここのうちのどこになんかいいツボがないかなというのを探すんで、これはご本人しか分かりませんから、もう随分改善しているわけですから、これ以上はですね、本人があ、なんかいい感じがするっていうことしか分かりません。それで目頭の膀胱系の一番最初のこの目頭のところですね、ここに鉛筆を、これで違いが出るかどうかをやってみたい。はい、一応下を向いていただいて、でまた上を向いていただいて、さっきと違いがあるかないか教えて。さっきよりも少しいいですよ。ということで、やわらいだ。これはもう本人しか分かりません。で、次ですね。はい、次。で、外します。もうやわらいだのも分かるから、後で腫れないわけですからね。今度は眉頭ですね。眉頭に三竹っていうところがあるんですけど、ここをちょっとエピシェンスです。で、もう一回、今と同じように動かしてみてください。で、違いがあるかどうかを確認してみて。もうこれ以上良くならないっていう場合もありますですね。これはどうなんですか？あんま変わらない感じ。はい、もう変わらない。それでもやってみるんですね。で次はこうちょっとおでこの真ん中あたりでもやってみましょうね。はい、もう一回下向いて上向いて。この方がいい。やってみないと分からないですね。なんかいい
返しします？こっちに回すとかね。はいはい。右に回すのは。これあの、あとで分からなくなったらいけませんので、印つけておきますね。これと、この間に、あとで貼れば、間違いなくいける。で、もう一つ。はい、また下に行って、上に行って。どんな感じですか？さっきの方に。あ、ね、いい質問見つかりましたね。私の探求心です。もうちょっと。これどんな感じですか、ね、これもいい。この2つ、一番最初の目頭とこれとこれと、この3つですね、一番最初のこの目頭のどうでした？今から考えるとそうでもなかったですか？いや良かった感じします。それでは、じゃあもうこれでですね。と、そうなんですね。そうですそうです。方向形状を探してるんですね。とですね。もうこれ糊がくっつかなくなってますから油がついてですね。今日展示には行かないでしょ。行くと通報されるかもしれませんが、はい、下向いて、はい、上向いて、どうなるんですか。